さて、話の続きだが、覚えているか？お前は魔人王の息子でありながら、闇の力を有せず生まれ、アマツさえ虫を殺すことすらためらうほどの小心者だった。精神を蝕み、不安定にしてしまった。つまらぬ邪念を抱くのはよせ。メリオダスやゼルドリスならともかく、お前が自身以外の会合を取り込めば破滅は免れんぞ。See you.